人が燃えた。10億円のダイヤを要求する犯人、その犯人を追う少年。事件の秘密を追ったウインスペクターの前に謎の男たちが現れた。一体どんな恐怖が待ち受けているのか。四国高松は今嵐の真っ只中。特警ウインスペクター瀬戸大橋の怪人パート1。